皆さんこんにちは EasyJapanese ジジへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。皆さん、おはようございます。今日は2月11日木曜日ですね。今日は天気がすごく良くてですね、 天気がいいということは、すごく寒いということなんですけれども、今日は、まだちょっと外に出てないので、わからないのですが、今日は朝起きたら、部屋の中がだいたい1度くらいでしたね。プラス1度。なので、外は、どうでしょう。マイナス5度とか6度とか、そんな感じなんじゃないでしょうかね。 今日はとても天気が良くて部屋に太陽が差し込んできていて気持ちの良い,い朝です。皆さんはどんな感じでしょうか今日はね、朝の収録ができて良かったなと思っています。今、9時を回ったところですね。午前9時を回ったところです。今日は、まあ今日はというかいつもなんですけど、 朝起きたら、コーヒーを入れて、まあ、とても、ありきたりな、ありきたりというのはよくある、ということなんですけど、まあ、とてもありきたりなんですが、僕は朝起きたら、まずコーヒーを入れて、コーヒーを飲んで、一日がスタートするということなんですけれども、今日は、ちょっとね、車で、2時間半くらいね、離れたところまで、 出張に行きますカメラマンなので出張の撮影に行くんですけれども今日はですね長野県の長野市というところに行きますそこで、えー、今日はねリピーターさんのねリピーターさん、うん、あの何,何回かね撮影をさせていただいたことのあるリピーターさんのファミリーフォトの写真を撮りに行くんですけど まあそういう時はですね、水筒にコーヒーを入れて持っていくので、今日はちょっと多めにコーヒーを入れました。結構ね、あの、昨日、おとといと、その前の日かな、出張に行く時は結構ね、あの、夜の収録になりがちだったんですけれども、まあ、主にね、聞いてくれている、このポッドキャストを聞いてくださっている方が、 ヨーロッパだとか、アメリカの方が多いので、まあ時差がある分、夜、ポッドキャストを更新しても、まあ、なんとかなるんですけど、やっぱりね、まあ、中にはアジアの方とかもいらっしゃるので、できれば、何月何日ですというところがね、ちょうど合うように、朝更新するのが望ましいかなと思うので、望ましいというのは、えっと、それが理想的、難しいな。 えー、望ましいというのは、そうなるといいなということなんですけど、うん。なので、できるだけね、朝、ポッドキャストを更新するようにしたらいいなということですね。というふうに、まあ思っています。最近はちょっと仕事の関係で、まあ仕事以外もなんですけど、の時間がね、朝起きて夜寝るという時間がちょっとずれてきていて、まあ、 それをね、直したいっていうのもあるんですけど、今日はちょっと早く起きて。まあ、毎朝何時に更新しますってのを言ってしまった方がいいのかもしれないですね。もしかすると。そうすると、それに合わせてポッドキャストを更新するので、それに合わせて朝起きれるようになるかもしれないということで。そうですね。うん。まあ、だいたいヨーロッパとの、ね、時差が8時間とか9時間とかあるっていうことを考えると、 まあ大体、そうですね。日本時間の朝の9時とかに、ポッドキャストを更新するようにすると、まあ、大体ヨーロッパの人たちは朝起きた時に聞いたらちょうどいいとか。まあ、アメリカの方はね、そのポッドキャストが出た時だと、まだ、昨日の、昨日のというか前日の夜ということになっちゃうんですけど、まあ、そこはね、うまいことやるのはなかなか難しいなとも思うので、まあ、 お昼ぐらいがちょうどいいのかもしれないですけどね。うん。まあでも、とりあえず自分の中の、なんだろうな、スタンスとして、朝9時とか決めてもいいかもしれないですね。これ今使っているのは、アンカーという、あのー、サービスを使って、ポッドキャストを配信しているんですけれども、えー、そこで、予約投稿がもしできるのであれば、やってみたいなというふうに、 思っています。今日もね、朝の雑談みたいな感じのお話をしてしまっているんですけれども、結構ね、あの、how to say なんとかみたいな感じの、こう日本語で何と言うんですかというシリーズと、あとこの、僕が思ったことをただ喋るというシリーズと、両方試しにやっているんですけれども、うん、まあ結構あの、 これなんて言うのというのは、教材とかね、たくさんあるかなと思うので、できるだけ僕が自然にこうやってね、お話をする、喋ることを聞いていただくのも、まあいいんじゃないかなと。まあそこはとても難しいところがあるんですけれども、どっちがいいかなっていうのがね、もしご意見があれば教えていただければ嬉しいなと思います。もしね、皆さんのそういう、 ご意見があれば教えてください何のお話をね、しようかなっていうのが、いつも決めてないんですけど。そうですね。まあ、最近はちょっと忙しくてなかなかできていないんですが、あの、クラブハウスの方で、日本語を勉強しましょうという方とね、お話をさせていただくことが、たいまあ、今ぐらいの時間ですね。日本時間の朝。 にやっていることが多いですね。朝9時とか、8時とか。なので、皆さんもね、よかったら声をかけていただいて、お気軽に日本語の練習をできればいいかなというふうに思っています。はい。なんか質問とかあればね、本当にお気軽に ツイッターとかインスタグラム、そして YouTube のコメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思ってます。あの、このね、ポッドキャスト自体は、実はですね、今日の朝の時点で、もう再生回数が2000とか言ってるんですよね、始めてから。まあ大体1日に100回以上で2000回再生されていて、大体、あの、この、 フォローしてくださって、このポッドキャストを聞いてくださっているという方が、ついに100人を超えまして、本当にありがとうございます。まあ、まだまだ2週間ほど前に始めたようなね、もう3週間、いや、2週、うん、3週間弱なんですけど、まあ、これがエピソード19かな。なので、まあまあ、1個あたり100とかっていう感じになってるんですけど、まあ、徐々に徐々にね、だんだん、だんだん、 増えていってるのはとても嬉しいです。ただまああの、インスタグラムとかね、ツイッターとか、あの、YouTube っていうのは意外とね、あの、まだ見ていただいてる方がいないというような感じがしてまして、まあもちろんその、なんだろう、メインがポッドキャストなので、あの、理解してますが、えー、できればですね、皆さんいろんなこう聞いていただいて、 あの、楽しく勉強できたらいいかなっていうふうにう思ってるので、あの、ぜひね、皆さん、聞いて、聞いて、聞いて、もちろん聞いていただけたら、あの、嬉しいんですけど、あの、それ以外にも質問とか、こういう、なんだろうな、言葉の勉強って、質問とかも出てくると思うので、その辺はお気軽にね、あの、いただければ、必ずお返しするようにしますので、よろしくお願いします。 じゃあ最後に、えっと、お出かけします。今日はの出張に行くんですけど、その時に、えっと、出かける方の人はですね、行ってきますという感じで言うんですけど、行ってきますというのは、あの、出かける人ですね。家を出る人が家を出る時に、そういう感じで言うんですけど、で、あの、家に残る人を、えっと、は、え、なんて言うんだろうな、家に残って、その、お見送り 家から出かける人をお見送りするときは行ってらっしゃいっていう感じで声をかけるんですけど、これも結構よく使う言葉ですね。行ってきます。行ってらっしゃい。ですね。あの、ということで僕は今日出かけますんで、あの、出張に行ってきます。そして皆さんも良い一日を過ごしてほしいので、元気に行ってらっしゃい。ということで終わろうかなと思います。今日もありがとうございました。 また次回。今日も最後まで聴いていただいてありがとうございました。この番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の EasyJapanese でお会いしましょう。ではでは。